京都ぶらり歴史探訪。次回は怖い顔の仏像をめぐる旅、嵯峨野の名刹大覚寺、不動明王の憤怒の形相に込められた願いとは。祇園のほど近く、冥界に通じるお寺、これは力強いですねあの有名な閻魔大王の知られざる正体、空海ゆかりのお寺で出会った国宝薬師如来像、その厳しい表情に隠された秘密とは。さらに唯一無二の奇怪な顔の仏様にも対面。怖い顔の仏様に隠された真相に迫ります。京都ぶらり歴史探訪、お楽しみに。